1988年4月時点の駅舎の洋スキー長島駅は三重県北室郡北町東長島にある東海旅客鉄道規制本線の駅である特急列車を含むすべての旅客列車が当駅に停車する単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計2面三線を有し単式ホーム側に駅舎がある地上駅である側線が数本設されており 駅の規模は大きい。互いのホームは、古線橋で連絡している。駅舎は、開業時に作られた木造のものを改装しながら、使っている。改札口には、LED の発車案内がある。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、伊勢か柏崎駅、三のせ駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場、設置駅であるが、 自動改札機や自動券売機の設置はなく、交通系、IC カードとかもサービスエリア外で使えない。また、青空フリーパスの規制本線の南端である。上りは1番線、下りは2番線を使用する。普通列車も対比などがなければ、基本的には同様である。東紀州の玄関口に位置しており、全列車が停車する。当駅に発着する列車のうち、 約3分の1が特急である。当駅は JR 東海管内の規制本線では列車運行上の拠点駅となっており、2016年3月まで普通列車の増解決などを行っていた。現在でも特急退避や行き違いの待ち合わせなどを行い、夜間退泊の設定もある。退避線となっている3番線に入り長時間、停車する列車が多い。かつては、 夕方前に1時間44分も停車する列車もあったが2008年3月14日のダイヤ改正により当駅で運転が分断された2012年3月まで JR 東海管内では唯一駅所属の運転士が配置されていた乗務範囲は帰省本線の滝駅から新宮駅までである三重県統計所によると1日の平均乗車人員は 以下の通りである。駅前ロータリーには、無料駐車場、駐輪場、三重交通バス停留所、タクシー乗り場がある。西木福良公園行きは、2009年4月30日を、もって廃止された。特急、南紀の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。東海旅客鉄道規制本線梅ヶ谷駅、木井長島駅、美濃瀬駅。ありがとうございます。